トレメの古い家屋。玄関にはハリケーンカトリーナの際の浸水の線が見える。トレメは米国ルイジアナ州ニューオーリンズのダウンタウンの地域の一つである。フォーバーグトレメとも呼ばれ、ニューオーリンズで最も古い地域の一つであり、市の歴史の初期段階においては様々な人種の住む地域であった。現在は特にブラスバンド文化など、 アフリカ系アメリカ人の文化の中心地の一つとして、重要な位置を占めている。宅地化が進む以前、この地域には、モランプランテーションと二つの砦があった。18世紀末にクロード・トレメが、プランテーションの所有者から土地を買い取り、以降数十年の間にフレンチクオーターとバイユー、セントジョンを結ぶ、キャロン・レデット水路が作られた。このことにより、市内地域が分断されたため、 市政府はこのトレメ地域に白色人種、配置系クレオール人など様々な人々のための住宅地を建設したのである。トレメはフレンチクオーターの北側と接しており、地元の古い世代からは町の裏側と呼ばれていた。地域の境界線は南側はランパートストリート、西側はカナルストリート、東側はエスプラネードアベニュー、北側は ブロードストリートとするのが一般的である。19世紀末にトレメの北側部分に赤線地帯のストーリービルが作られたが、1940年代には取り壊され公共団地が建設された。それ以降、その地域はトレメの一部とは考えられていない。現在のコンゴスクウェアトレメ地域の広場はコンゴスクウェアである。もともとは黒人の広場として知られ、 アフリカ系アメリカ人が毎週日曜日に集まり、ダンスを教じる場となっていた。この習慣は、1803年ルイジアナ州が、米国領になるまで続いた。コンゴスクウェアはまた、かつて奴隷の売買の場としても機能していた。19世紀末頃までは、コンゴスクウェアでは、青空市場が開かれ、夕食クレオール人のブラスバンドなどがここでコンサートを、開催していた。 彼らのここでの演奏がジャズの石を築いたと言われている。19世紀末に市政府は広場の名前を PGT ボーリガード将軍にちなみ、ボーリガードスクウェアと正式に改名したが新名称が定着することはなく、20世紀後半に入ってから旧称のコンゴスクウェアに戻された。多くのアナリストたちが過ちであったと指摘する1960年代。 初頭の都市再開発プロジェクトの一環として、トレメ中心部のかなりの部分が取り壊されてしまった。それらの土地は、しばらくのまさらちのまま放置されていたが、1970年代に、入ってから、公園が作られ当時亡くなったルイ・アームストロングに、ちなんで、ルイ・アームストロング・パークと名付けられた。ちなみに、この名前が誤解を与えることがあるが、アームストロングは、トレメ出身ではなく、 生前にトレメを拠点にしていたわけでもない。彼はアップタウン出身であった。コンゴスクウェアは現在はルイ・アームストロング・パーク内にある。トレメ出身のミュージシャンにはクラリネット奏者のアルフォンス・ピクー、トランペット奏者のカーミット・ラフィンズがいる。住民の多くがアフリカ系アメリカ人ではあるが19世紀から現在に至るまで多様な人種が住んでおり、ヘンリー・ランガス。 ルイ・ブリマなど、ヨーロッパ系人種のジャズミュージシャンも住居を構えていた。また、トレメにあるジョーズ・コジーコーナーは、ニューオーリンズで最も著名なブラスバンドの一つである、リバースブラスバンドの発祥の地であると言われている。2005年のハリケーン・カトリーナにより、トレメは、軽度から、中旅の浸水被害を受けた。幸いにも古い家屋の多くは高床になっており、I-10 より、 内陸側の地域ではほとんど床上浸水の被害はなかった。ありがとうございます。